パトリック・シモンズは、アメリカ合衆国ワシントン州アバディーン出身の、ロックミュージシャン。アメリカを代表する、ロックバンド、ドゥービー・ブラザーズの創設メンバーであり、同グループの活動期間の全てに在籍している、唯一の人物でもある。ギター、ボーカルを担当し、バンドの代表曲の多くを作し、作曲した、アバディーン西海岸の街で生まれる。 両親が共に教師として働いていたため、ベビーシッターに面倒を見てもらっていた。そのベビーシッターがたまたまピアノの教師であり、これが彼が音楽に関心を抱く最初のきっかけになった。6歳の時、家族と共にカリフォルニア州3のゼに移り住み、8歳の時にギターと出会う。近所に住む8歳年上の友人に手ほどきを受け、ギターの基礎と歌を学んだ。 彼は小学校時代から活発にプレイし、13歳までには最初のロックンロールバンドを結成。高校では聖火隊でも歌った。15歳の時、サラトガにあるブラスノッカーコーヒーハウスで初めてプロとしてのギグを行う。フォークソング、ブルース、トラディショナルミュージックなどと一緒にいくつかのオリジナルナンバーも披露した。彼は高校を卒業するまでの間、 ベイエリアのコーヒーハウス、バー、レストラン、クラブなどを、ある時は、一人で、また様々なバンドでサーキットし続けた。1967年に、三ノゼ州立大学に入学し、心理学を学ぶ傍ら週末に演奏する生活を、続ける。1969年、カリフォルニア州キャンベルの、ガスライターシアターでステージを務めた際に、スキップスペンスの仲介で、 トム・ジョンストン、ジョン・ハートマンと出会う。シモンズは当時、後に、ドゥービーズに加入する、タイラン・ポーター、マイク・ミンデルとスクラッチなるバンドで活動中だったが、まもなくジョンストン、ハートマンの誘いに応じ、新バンドを結成する。3人とデーブ・ショグレンの4人からなる、このバンドが、オリジナル・ドゥービー・ブラザーズである。ドゥービーズでは、トム・ジョンストンと並んで、ギターとボーカルを担当し、 ツインリードボーカル、ツインギターの変欲を担う。作曲家としても才能を発揮し、グループ初のナンバーワンヒット、ブラックウォーターは彼の作品である。その他、Depending on You、サウスシティミッドナイトレディ、エコーズオブラブといった活動休止前の代表曲のいくつか、そして再結成後に d o o ビ i ズの原点に立ち返ったバイカーソングの Dangerous など、 バンドの全活動期間を通じて、ドゥービーズに多くの楽曲を提供した。1978年に発表した大ヒットアルバム、ミニット・バイ・ミニットを最後にジョン・ハートマンがグループを脱退した時点で、シモンズは唯一のオリジナルメンバーとなった。1987年にオリジナルメンバー5人に、ボビー・ラカインドを加えた6人編成で、ドゥービー・ブラザーズを再結成。 その後もメンバーチェンジを繰り返しながら現在まで活動中である。また、1983年に、アーケード、1995年には、日本限定リリースとなる、テイクミッ h ザ・ハイウェイの2枚のソロアルバムをリリースしている。妻・クリス、3人の子供、リンジー、ジョッシュ、パトリック・ジュニアがいる。シモンズ夫妻は熱心なオートバイ愛好家であり、 ハーレーダビッドソンに乗り、多くのバイク関連イベントに出没し、バイク関連記事の収集を楽しんでいる。またバイクの他に乗馬、サーフィンなどを愛好する、活動的な人物である。ドゥービー・ブラザーズ公式サイトバイオグラフィ。ありがとうございます。